ワンダビン駅は、オーストラリアのニューサウスウェールズ州セントラルコースト市、ワンダビン地区にある NSW トレインリンクの駅である。1889年5月1日に開設されたが、当時の駅名は現在と異なっていた。1891年1月15日に、ワンダバイン駅に改名された。ただし、その後ずっと駅が開設されていたわけではなく、 まず1893年6月1日に1回目の閉鎖が行われた。1910年11月に再開設されるも、1911年1月1日には再閉鎖された。その後、1918年10月31日に2回目の再開設がなされた。短式ホーム2面2線を有する地上駅である。無人駅であるが乗車券を通すカードリーダーや、 接近放送を行うスピーカーが設置されている。前日の通り、ホーム有効長が1両にすら満たないため、停車する電車はドアカットを行い、最後尾1両のみ、乗降扱いを行う。当駅はリクエストストップと呼ばれる停車方式であり、通常の列車は普通列車も含めべて通過する。乗降する場合は、車内で乗務員に当駅に下車したい旨を伝えるか、 列車接近時に運転士に手を振ることで乗車することを示す必要がある。なお、速達運転を行う列車は当駅を通過する。相対式ホームのワンダビン駅、ワンダビン駅に向かう、未補送路、ワンダビン駅に上陸するための浮き桟橋、ワンダビン駅からは、ブリスベンウォーター国立公園内を抜けて、パトンガという集落までをつなぐ、2 3トルの遊歩道が存在する。 このような交通事情ながら、付近にある数軒の家々の者が、この駅にボートで乗り付けて利用することもある。また、この駅には、時々創業される採石場が隣接している。2013年度の1日平均乗車人員は10人で、ある。シドニートレインズ及び NSW トレインリンク、館内の駅では、第286位である。NSW トレインリンク、 ありがとうございます。